ハンマーホールは、スウェーデン出身のヘビメタルバンド。1990年代従来の HR、HM が廃れていった中、正統派メタルを主軸として台頭したバンドの一つ。往年の伝統美にこだわり、ピュアメタルとも形容されている。歴代の作品が、本国チャート上位の常連でもあり、国民的支持を得ている。ジューダス、プリーストや、マノウォー、アクセプトに代表される、 正統派メタルを主軸とし、そこにジャーマンメタルの力強さや、往年の北欧メタルを彷彿させる、様式美を取り入れるなど、ピュアメタルとも称される、ヘビメタルの伝統美にこだわったバンドである。近年、日本では、フィンランドのソナタ・アクティカやイギリスのドラゴン・フォースなど、若手の台頭に押され気味の感があるが、ヨーロッパでの人気は依然として高く、バンドが、いかに支持されているかがわかる。 チェコビゾビゼ公演1993年に、オスカー・ドロニャックと、イン・フレームスのイエス・パー・ストロムブラードが、中心のサイドプロジェクトとして結成される。オスカーとイエス・パーは、セレモニアル・オースで共に活動していた。イエス・パーは、作曲やドラムで、バンドに関わっていたが、イン・フレームスの活動に専念するため、その後バンドを離れた。ダーク・トランキュリティのメンバーも参加していたことで、 知られている。初期は、ミカエル・スタンレがボーカルを務めていた。ヨアキム・カンスの加入した1996年から、フルタイムバンドへと移行し、1997年に、アルバム、グローリー・トゥ・ザ・ブレイブでデビュー。セカンドアルバムで、ステファン・エルム・グレント・マグナス・スルセン、サードアルバムから、元シルバー・マウンテン・イング・ベイン・マルムスティーンのドラマー、アンダース・ヨハンソンが加入した。 1998年に初来日公演を行っている。サードアルバムまでは、イエスパーの作曲した楽曲が収録されており、セカンドまではゲストプレイヤーとしてギターで参加している。1999年、カイハンセ戦との共演によるハロウィンのカバー、I Want Out をシングルとしてリリースし、スウェーデンのシングルチャートで55位に達した。2000年の通算3作目のアルバム、 レネゲードで、ハンマーフォールは初めてスウェーデンのアルバムチャート1位を獲得した。2007年、マグナスルセーエンがソロ活動1 0年のため脱退し、フレドリック・ラーションが復帰。2008年4月には、ステファニー・エルムグレンがパイロットに転職したため脱退。後任公認として、ポンタス・ノルグレンが加入した。地元のスウェーデンにおける知名度も高く、 女子カーリングチームであるチームノルベリを応援するために2002年にハーツ・オンファイヤーを使用し本人たちとチームノルベリの4人が出演するプロモーションビデオを作成した2014年ドラムスのアンダース・ヨハンソンが脱退2015年メタルフェスラウドパークにて10年ぶりの来日公演を開催2019年メタルフェスメタルウィークエンド2019出演にて 来日公演、2019年9月時点、ありがとうございます。